皆さんは朝何分で支度するでしょうか？朝起きて会社または学校に行く時間というのはとても貴重なものです。その時間を少しでも短縮しようとするのがこの動画の目的であります。ということで、朝早く準備をする方法を今から実践していきたいと思います。それでは朝起きて、まずは電気をつけますよね。ということで電気をつけます。はい。そして、のれんをくぐると、まず朝起きて最初にすることといえば、はい、こちら、歯ブラシですね。歯ブラシで歯を磨きます。まず、この歯を磨くところで早くする。そのためにはどうすればいいか、これ見ていただければわかると思うんですけど、はい、もうすでに歯磨き粉、これつけております。これをそのまま口の中に放り込むことで、歯磨き粉をつける時間が短縮されることとなります。はい、それでは次、朝靴下を履くのもなかなか時間がかかってしまう行為の一つだと思います。ということで、それを解消するのがこの方法です。まず玄関に靴がありますよね。その靴を靴の中に、もうあらかじめ、靴下をセットしておくという方法ですね。そうすることにより、このまま靴を履くときに同時に、靴下も履けるという、こういった優れ技となっております。そして服も着なければいけないですよね。服を着るときにはどうするのかというと、はい、こちら、もう玄関の方に服の方をセットしておきます。さらにこの右腕のところを見てください。ドアノブの方にもうすでに、そうですね、ドアノブを握る体勢になるように、このように設置しておくことにより、服を着ると同時にドアノブを握ることができるので、その分短縮できます。それじゃあこれを実際やってみましょう。少しテクニックはいるのですが、このようにドアノブにこうですね、はいはい、このように、はい、もうほぼほぼ手が入ったのはこれでよしとすると、この服、袖を通した時にもすぐここにドアノブがある。そしてすぐ外に出られる。こういうことですね。はい、今回紹介する内容は以上となります。実際紹介した動画の内容をやるだけでも3秒ぐらいは、朝早く準備できると思うので、まだまだ他にも早くする方法たくさんあります。もっと早くする動画が見たいという方は、グッドボタンと、チャンネル登録を。こんなのは現実的に不可能だ。こんなクソ動画上げやがって。と思った方、少なからずいられるとは思います。そういった方は申し訳ないですけど、そうですね。うん。グッドボタンと、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。